はい、皆さんこんにちは。こんにちは、宇都宮鉄一ウェブマガジン、2023年8月の振り返りです。毎日暑いね暑いですね。ものすごく豪雨とか台風とかも来るし、うん、なんか今年の夏は散々だね。散々だね、うん、今年はね、あの女子ワールドカップ、はい、結構、7月から注目して見てましたよね、うんうんうん。あの日本代表なでしこジャパンは、まあ、ベスト8で、まあ、大会を終えたわけですけれども、はい、まあ、非常にあの心に残る大会だったということで、うん、今日はその話なんかも、していきたいと思います。はい、はい、8月の第1週はですね、はい、ドラガン・ストイコビッチに、人生を変えられた男の物語と題しまして、はい、親伊豆千早さん、うん、セルビア語通訳コーディネーターの、僕のまあ友人なんですけれども、はい、ちょうどあの8月初旬にですね、うん、名古屋グランパスのレジェンド、ピクシーことドラガン・ストイコビッチさんが来日すると。そうなんですよ、はい、はるちゃんなんか行く、行きたかったんです。国立でね、試合がね、そうそう、うん、めったに見れないと思って、うん、行きたかったんだけど、あまりにも暑かったのでちょっとバテちゃいまして、うん、あのマスクしながら見るのもちょっとなって思って、うんうんうん、涙を飲んで断念しました。はい、はい、元気そうでしたよ、ピクシーは。よかった、うん。でそのピクシーがですね、まあ、はい、1994年に、まあ、来日して、まあ、うん、名古屋グランパスでプレーし始めてですね、はい、まあ、当時はまだそんなに有名じゃなかったんですよね、うん、ヨーロッパでは、うん、ヨーロッパではもう知られた存在だったんだけど、はいはい、ジーコとかとは違う感じ、うん、で、あのグランパスは当時ゲイリー・リネカーが10番つけてたんで、はい、固定制じゃなくて1から11までみんなスタメンが切るというルールだったので、はい、ピクシーは8番とか7番とかつけてたんですよ。お、うん、当時、中学生だった親伊豆さんがですね、はい、結構そのあこの人は実はすごい人なんだってことは分かって、はい、でセルビア語を勉強したいと思ってベオグラード行っちゃったっていうのは2003年だったんですね。去年なでしこジャパンがセルビアに遠征した時に彼はコーディネーターの仕事をして、うん、なるほど、うん、ずっとあの日本代表女子に帯同してたんです。その時の写真なんですけど、あのピクシーを見て、うん、度肝を抜かれて、うん、大好きになっちゃった人って、うん、結構たくさんいるじゃないですか、周りにも。しかもあのただ単に試合見に行くだけじゃなくて、もうベオグラードに留学する人っていうのがね、あの2000年代初頭結構いたんですよ、うんうん、そのまま通訳になった人とかね、はいはい、うん、親伊豆さんはあの大学でセルビア語を学んだって書いた、うん、日本の、うん、そうそうそう、それがね、すごいなって、教えてくれるところあるんだ、セルビア語、日本の大学で。なんかね、彼東海大学だったんだけど、うん、はい、教える先生がいたのね、だけど、あまりにもマイナーな言語で、うん、事業としてまあ成立しないと、うんうん、でだったらもう向こう行くしかないよねっていうところで、就活もせずにそのまま、半年アルバイトしてお金貯めて向こう行ったそうです。すごい、うん、向こうの人と結婚して、はい、で移住しちゃったっていうそこまで徹底して好きになれるって僕は素晴らしいなと思いますね。そうですね、うん、なんかでもあのセルビアの人たちのメンタリティってこう、うん、ほっとけないっていうか、こう、うんうん、なんていうのかな、人懐っこい人の懐に入ってくるというか、うんうん、そういうところがあるから、やっぱりあの引き込まれちゃう人たちっていうのは後を絶たないっていうところあるでしょうね。うん、ちなみにですね、はい、小林さんがあの中学生時代にですね、はい、サッカーマガジンに当時あの読者欄っていうのがあって、はい、そこでピクシーの、似顔絵が2回なんか掲載されたそうです。素晴らしい、上手だったんだ ね一生懸命書いた中学生の時の記事が今も残ってる。そう、これはね、もうぜひあのトップに載せたいなと思ってあの出してみました。はい、8月の第2週はですね、はい、まあ、これもヨーロッパものが続くんですけれども、はい、マンチェスターシティを愛し続けた30年の物語と題しまして、はい、これも友達なんですけども、はい、島田佳代子さん、はい、まあ、ライターでインタビュアーで今活躍されてるんですけども、うん、まあ、今年、マンチェスターシティ来ました、はい、で、その前に、まあチャンピオンズリーグで優勝し、はい、なおかつおプレミアリーグと FA カップも優勝して、まあ、3冠トレブルだったわけですね。はい、で、
島田さんはですね、うん、もう中学の時からずっとマンチェスターシティを応援してるっていう。なるほど、なんか同じような話が続きます。そう心から好き、好きすぎて仕事にも関連して、うん、で、向こうに住んでたこともあったんですよ、うんうん、で20代の時に向こうからもプレミアリーグを中心とする、うん、まあ、イギリスのサッカーをこう情報発信をしてた人で、うん、はいはい、本なんかも出してたんですけども、まあ、その後、帰国して、まあ、結婚して、まあ、お母さんになり、はい、まあ、子育てといいますか、まあ、ライフステージの変化でずっと向こうに行けなかったと、うん、で、まあ、コロナなんかもあってですね、うん、でやっと、もうヨーロッパを制するのは今回しかないということで、うん、ご家族の理解も得て一念発起して、うん、これトルコで行われたんですよ、うん、決勝がイスタンブールで、うんうん、で優勝決まった時のこれ写真です。おー、うん、それはもう人生最大の、うん、なんでしょう、大幸福瞬間ですよね。そうで、まあ彼女がだから30年ですごいねって言ったんですけども、うん、マンチェスターシティ自体が、はいはい、まあ、もう150年ぐらいの歴史があるわけですよ。でおじいちゃんの代からずっとファンみたいな、ひいおじいちゃんの代から、ひいおじいちゃんか、うん、みたいな人たちがゴロゴロいるわけね、うん、向こうに、うん、じいちゃんの家を持ってここに来るとか家という発想がない写真あるかもしれない、ね、うん、で、たかだか30年で、はい、うん、いい時も悪い時も全部見て、あ、シティってね3部に落ちた時もあったんですよ。あら、そうですか、うん、ちょうど3部に落ちた時に、うん、ライバルのマンチェスターユナイテッドがトリプル達成してるのね、うん、黄金期だったわけね。そう畜生いつか見てるよと思ってたら、うん、こんな日がやってきたと。だからそういう最悪の時も、うん、最良の時も、うん、両方30年の間に経験するって、私はなんて幸せ者なんだろうと思いましたって言ってるのがすごく幸せと言えるのか、その辛い時があったっていうの、うん、でもそれも今振り返ってみれば、そういや苦労したけど一緒に、頑張り続けてこれたよねっていう、もう自分だけの物語がそこにはあるんでしょうね、うん、この間、マンチェスターシティが来日して、はい、うん、国立競技場で、横浜 F マリノスと対戦したんですけども、はい、うんうん、実はこの集合写真の中に、はい、島田佳代子さんの、息子さん、うん、います。おお息子さんもシティサポになっていけば、うん、これから島田さん家の家族が、うん、シティファンになるかもしれない、うん、ちなみに、旦那さんは、はい、ラグビーの元日本代表なので、うん、どっちの、方向に行くのかなっていうのをちょっと楽しみに見ています。はい、はい、で第3週なんですけれども、はい、これシリーズで、うん、私はこう見た FIFA 女子ワールドカップ2023と題しまして、はい、現地に行った人、うんうん、のいろんな視点からちょっと、このワールドカップ女子ワールドカップどんな大会だったんだろうかなっていうところで、はいはい、3人の方にお話を伺いました、はい、まずはですね、オーストラリアとニュージーランドの共催で、はい、日本はまあニュージーランドでずっとまあ戦ってたのね。うん、でニュージーランドの情報は結構入ってくるんだけど、うんうん、じゃあオーストラリアって結局あのあとすごい盛り上がったんだよね。あ、そうだね、ベスト4まで行って、うんうん、でオーストラリアがどうなったかっていうのを、うん、ブリスベン在住の、はい、高上松さんという方に、はい、まあ、お話を伺いまして、うん、オーストラリアって国はこうラグビーがメインの国だったと、うん、サッカーはそんなに人気はあるわけではないって感じだったね、うん、でラグビーも15人制と13人制の、うん、ラグビーリーグっていうのが別にあって、はあはあ、あとオーストラリアンラグビーというのもあるんですよ。あ、オーストラリアンフットボールっていうのもあるんですよ。これもまあラグビーのもうちょっとプリミティブな感じですね。土着的なやつ、うん、日本で野球が公式と軟式とあってみたいな感じかな人気スポーツだからちょっといろんな流れがあるよぐらいラグビーが人気な国なんだね。で国内で行われたあらゆるスポーツイベントの中で、はい、女子のサッカーが、うん、一番注目されたっていうかね、あの、うん、女子サッカーが、フルハウスになるってまずなかった、うん、はあ、スタジアムでも、うん、だからこれはね、なんかこう新しい、ムーブメントが生まれるんじゃないかと、歴史的な転換点になった
そう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 。まあ、次が、皆さんよくおなじみご存知のツンさんですね、ちょんまげ隊長。テレビに映ってる人、はい、でツンさんには、はい、じゃあゴール裏から、なでしこジャパンどう見えたかっていう話をしました。はいはい、いつも他の国の人たちにハチマキだとか配って一緒に応援してもらったりとか、カタールのワールドカップではゴミを拾って日本のサポーターエクセレントとかって言われて世界中に知られた日本のゴール裏の人たちですね。スーさんがの指摘で一番興味深かったのが、これまでになく選手とそのサポーターとの距離感が近くて、でおそらくその理由の一つは、ウィーリーグが始まったからじゃないかというのがツンさんの見立てなんですよ。なるほど、あの男子でも最初の頃って、ワールドカップ見に来てくれた人たちに選手があの J リーグも見てくださいねって言ってたじゃないですか、はいはいはい、ウィーリーグは今まさにそういう段階にあるっていうことなのかな。まあ、本当にいいタイミングでワールドカップ終わった後に、まあ、ウィーリーグ始まったんだよね。というわけで、はるちゃん、今年は、はい、ウィーリーグ一緒に見に行きましょう。そうですね、行かねばなりませんね。3回目がですね、今度はそのジェンダー問題っていう、はい、切り口で、翻訳家でライターの実川元子さんにお話を伺いました、はい、なんか楽しそうですね、本当に。そうですね、寒そうだけど、で、あの実川さん、実は去年ですね、女子サッカー140年史というイギリス人のジャーナリストが書いた、はい、本を翻訳されてるんですよ。ほう、140年、でヨーロッパでも南米でも女子サッカーって禁止されてた時代があったんだって。でそこからどのようにして今に至ってるかっていう本なんですけれども、なんかね、実川さんによるとなんかヨーロッパ中心の話しか書かれてなくて、2011年になでしこジャパンがワールドカップ優勝したことは触れられてないと、で本当にこのヨーロッパ中心で女子サッカーこれから回っていくんだろうかっていうのを確かめたいっていうのがあって、それで現地に飛んだみたいです。まあ、ニュージーランドに彼女はずっといたんですけども、ニュージーランドがいかにその多様性というものを受け入れて、そのジェンダー問題に対しても非常にいち早く取り組んできたかっていうこと、なんかね、あの世界で最初に女性に参戦権が与えられたのは実はニュージーランドなんだって。でしかも、その白人だけじゃなくて、もともといたマオリ族の女性にも参政権が与えられてるっていう話とかね、むちゃくちゃこれ勉強になりました。もともといろんなところから来た人たちが、いる国で、しかもアメリカとかと違って人数も少ないから、合議制でみんなで考えて国をやっていこうよっていうことが割と早く実現できちゃったとかっていう、そういうニュートラルなところがあるのかね。ニュージーランドって国は、国土、まあ、島国なんだけれども、国土がまあ日本のまあ4分の3ぐらいに、人口は500万人ぐらいかな、すごい少ないんですよ。それもあってまとまってみんなで一緒に国を良くしていこうねっていう、今の日本の状況を考えると、割と学ぶべき点があるんじゃないかなってことをツンさんも言ってましたね。そうだね、なんか北欧とかよくそういう話を聞くけど、こんな身近なところにそういう国があったのか、そうちょっと意外な感じ、はい、でまあ、ニュージーランドも、まあラグビーがもうナンバーワンスポーツで、まあ、サッカーしかも女子ってなかなかね、注目されてでなかったんだけど、今回初めて、ワールドカップで勝利して、まあ、グループステージ突破はできなかったんだけれども、これもまあなんか、この国のサッカーにいい影響を与えるんじゃないかなっていうのが、実川さんの感想でした。そうですか。第4週なんですけれども、ちょっと新しい連載をスタートさせました。ロングアフターワード長い後書きと題しまして、僕が今準備している新しい本がですね、12月5日に出ることが決まりまして、おめでとう、ありがとうございます。よかったね。でまだ発表できないんだけれども、タイトルも決まり、まだ言えないんだけども、すごい人に帯を書いてもらい、よかったね、という感じでもう着々と、発売に向けて進んでるんですけれども、で後書きって大体まあ僕の場合2ページぐらいなんだけども、今回4ページ欲しいなと思えるぐらい、
いろんなことがあったわけですよ、この本を作るにあたって。で、そのなんていうかな、この本ができるまでの、うん、いろんな出来事をですね、うん、ちょっとこうドキュメンタリータッチで描こうというのが、まあ、この企画趣旨です。はい、うん、はるちゃんの見えてないところでいろんな苦労があったんですよ。そうですね、読んでたら、うん、あら、そんなだったのごめんね、知らなくて。いや別にというような、お話を、今書いておりますので、うん、これは8月から、うん、スタートしてですね、うん、月2回、合計8回の連載予定ですので、うん、まあどんなプロセスでね、はい、本って出来上がるんだろうっていう興味がある方とか、うん、先に裏話を話しちゃって、それから、12月に発売された本を読むことになるわけ？うん、あくまでその本の内容はね、うん、読んでからの楽しみなんだけれども、その本ができる間のこの、うん、お話っていうの、これはこれでちょっとこう、はいはい、サイドストーリーとして面白いだろう、面白いというちょっと仮説を持ってですね、はい、よく後書きから読む人っているもんね。はるちゃんどうですか？読まないです、最初から読むよやっぱり後書きと奥付けから読む人はね、うん、やっぱりね、通というかね、業界の人だね。あ、そうなんだ、うん、あと、ハフコミウェビナーの、はい、告知もしたいと思います。来月9月11日にですね、ちょっとやっぱ女子サッカーをちょっと取り上げようと思いまして、うんうん、ウィーリーグのターゲッティングと顧客の若返りはなぜ実現したのか、うん、と題しまして、ウィーラブ女子サッカーマガジンの、石井和弘さんにお話を伺うことにしました。この写真は石井さんが、うん、オーストラリアで撮った写真。そうそうそう、石井さんがですね、うん、この人面白くて、うん、そのなでしこの試合が必ず見れるグループステージじゃなくて、うん、いつもこの決勝見に行くんだよね。なるほど、うん、女子サッカーの世界の流れの、うん、今はどうなっているのかという到達点を、そう定点観測的に、うん、で今回は石井さんを、特別講師で、あとチフレ AS エルフィンという、まあ、クラブがあるんですけども、うん、そこの運営責任者の方にもお話を伺ってですね、はい、まあ、要するにハーフウェイクラブから見るとですね、うん、まあ、上下つまり J リーグとか、うん、あと地域リーグとかはまあ見えるんだけども、うん、横、うん、つまりウィーリーグって実はあんまりこうどんな面白い取り組みしてるかってあんまり知らないというか見えてないなっていうふうに思ってまして、 JFL の中でも別組織な感じ。まあそうだね、だから例えば JFL の人からすると、うんうん、J リーグも地域リーグも、まあ、上下ってことで、はい、まあ、なんとなく分かるんだけども、うん、目指してたり経験してたりとか、はいはい、でも女子サッカーね、ウィーリーグ、はいはい、なでしこリーグっていうのは、うん、見る機会もほとんどないし、あ、そう、だって自分たちの試合があるもん。なるほど、うん、あと視察に行くってこともあまりないんじゃないかと思うんですね。実はお互いよく知らない、うん、隣は何をする人、そうという感じでですね、うん、この石井さんに、じゃあ実際に地域リーグとか JFL でもなんかこう参考になるような事例、うん、ということを、ゲストの方交えてお話を伺おうかなと思ってます、うんうん、マーケティングで顧客層が若返ったっていうのはすごく、うん、そうなんですよ、耳寄り情報ですよね。じゃあなんで若返ったのかっていうところをちょっと具体例を、うん、語っていただこうと思ってます、はい、ということで、8月の振り返りでした。はい、あ、ちなみにこの今、松本選手の話を聞かせて、はい、松本浩平選手の、まあ、前だけを見る力がカバー乗っかってますけれども、はい、実は松本選手はですね、ニュージーランドリーグに復帰を果たしまして、うん、8月5日に、現地で公式戦に出場、途中出場したそうです。すごい、おめでとうございます。だってさ、うん、弱視のフットサルの日本代表だったりするじゃない、うん、そうでも、ニュージーランドでは、うん、それ弱視のとかフットサルとかじゃなくて、うん、普通のフットボールリーグなんだよね。そうなんですよ。で実は日本で、うん、本当は復帰したかったんだけども、うんうん、どこもそんな目が悪いんだったら無理でしょっていう、まあ、そんな感じだったんだって。うん、うん、
だから、まずニュージーランドで実績作って、はいはい、今度は日本で、うん、プロとしてプレーしたいっていうのは彼の夢なんですよ。なんだかね、さっきの女子のサッカーの時の話で、うんうんうん、ニュージーランドってこうなんていうんですかね、分断がない社会だっていう話を聞いた後に、うんうん、またそういう話を聞くと、うん、なんか日本って窮屈だなちょっと思っちゃいました。だってできるんでしょ、能力があってすごいパスも出せるわけだから走りきれるし、うんうん、じゃあいいよ、うちで雇うよっていうチームが日本にはなくてニュージーランドにはある。そうなんですよね。フットサルはあったんだよね、うん、デイブソン神戸というところでね、プロとしてフットサルじゃなくて、うん、そう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 、11人制のサッカーをやりたいっていう強い気持ちでニュージーランドにまた渡ったわけだね。そうそうそう、すごいね。はい、というわけで、実はこの本を、書いたことが次の本につながったということも、はい、連載の中で書きましたので、はい、こちらもぜひお読みいただけたらと思います。はい、ということで、はるちゃん、8月も、はい、もうまもなく終わりますけれども、はいはい、来月をまたよろしくお願いします。早く涼しくなってほしい。本当そうね、うん、はい、皆様もサッカー見に行ったりサッカー練習したりするときは、うん、熱中症にくれぐれも気をつけて。本当そうですね、はいはい、水分補給しっかりとってください。はい、暑い夏を乗り切りましょう。乗り切りましょう。はい、じゃあまた9月に、お目にかかりたいと思います。皆さんまた、お会いしましょう。お元気で、さようなら。さようなら。